ここのの動画はは提供でお送りしますこんにちは今日はパラメトリックスピーカーを自作しますこれは人間の耳には聞こえないくらいの高い周波数の超音波を使ったスピーカーです超音波を使っているのですがある工夫をすることで人間の耳にも聞こえるようになっていますパラメトリックスピーカーは通常のスピーカーと違って音が空間全体に広がっていかないで特定の方向だけに音を流すことができます 例えば、スーパーや美術館などの特定のブースの前だけに音を届けたい場合にパラメトリックスピーカーが使われることがあります。今日はそんなパラメトリックスピーカーの動作原理を解説しつつ実際に作ってみてどれくらいの音がどれくらいの音質で聞こえるのかというのを検証していきます。検証を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。 最近はかなりの量の電子部品を d i k e y から購入しているのですが d i k e y の Web ページを見てみると実は部品を探す買う以外にもいろいろな技術記事が充実していますトップページのリソース部分からアプリケーションテクノロジーのところを見てみるとこんな感じです例えばパワーソリューションテクノロジーの部分を見てみますか スイッチング電源について色々と書いててと書あるようですねスイッチング電源の構成要素であるシリコンパワー半導体から始まってワイドバンドギャップ半導体であるシリコンカーバイド窒化ガリウムそしてそれらを動かすゲートドライバーの解説なんかもありますね。ページの下の方では電源回路の方式であったり熱問題なんかについてもまとめられていますね。 こんな感じである分野のデジキーのフォーラム記事であったりブログ記事などの部品選択の助けになる技術記事がまとめられています。皆さんも概要欄にある URL からぜひ確認してみてください。まず超音波なのになんで音が聞こえるのかというところから始めていきます。超音波なのになんで聞こえるかというと、これは空気中に変調をかけた音を流しているからです。 まず通常のスピーカーそしてこちらの超音波スピーカーを使って順に説明していきますまずは通常のスピーカーで音を鳴らしてみますこれは今 1kHz の音がスピーカーから鳴っているんですね結構うるさいですねここから周波数をどんどんと高くしていきますこのオシロスコープに映っている波形がどんどん周波数高くなっていますね 結構キーンという音なんですけどもだんだん周波数を高くしていくと音は聞こえなくなってしまいましたちょうど 20kHz の音を出しています人が聞くことのできる音の周波数は個人差や年齢によって変わりますが大体 20hz から 20kHz くらいです周波数を 20kHz 以上にすると音は聞こえなくなってしまうのですがこれは人間には聞こえていないだけで音は出ています それを確認するために 20kHz より高い周波数の音を録音できる装置を用意しました左の画像のセットアップで実験しました右の画面は波形とその強度を示したものです赤枠で囲った縦軸が音の周波数を表しています色の濃さは音の強度です実際の音を聞いてみます 20kHz くらいで音が聞こえなくなりましたが波形は取得できていますこのように人には聞こえない超音波として音が鳴っていることが分かりますここから変調の話に入っていきます変調というワードで AM 変調とか FM 変調とか聞いたことはあると思います AM ラジオとか FM ラジオとかのそれです AM とか FM というのは変調のやり方のことで AM はアンプリチュードモジュレーションのことで振幅を変調しています FM はフリーケンシーモジュレーションのことで周波数を変調しています今回は AM 変調で試していくので AM 変調で説明をしていきますこちらのオシロスコープに写っている波形が AM 変調をかけた信号ですこの波形をよく見てみると周波数成分がいくつか載っていそうな波形をしていますね AM 変調で変調が弱いとこういう波形になります変調を強くしていくとこんな感じで深幅に変調がかかるようになります これが AM 変調です AM 変調を式で書くとこのようになりますここで信号波というのは例えば音声であったりそういった届けたい信号のことを言います周波数は fs ですもう一つ反送波と呼ばれるものがありますこれは信号波よりも高い周波数の信号です AM 変調っていうのは信号波と反送波の掛け算なんですねこの式を色々と整理展開していくとこのようになります この式から何が言えるかというと、AM 変調した信号をこのスピーカーに加えると、スピーカーから3つの音が出ます。それをこちらの図を使って説明します。音として聞きたい信号の周波数は FS です。ただ、変調波に FS だけの項はどこにも出てこないので、これは消してしまいます。 スピーカーから出てくる音の周波数は、この半層波の周波数、そしてその両脇にある信号波の周波数分だけシフトした音です。例えば、信号波の周波数を 1kHz、半層波の周波数を 5kHz で考えてみます。まず、半層波の 5kHz の音が出てきます。そしてその両脇 4kHz と 6kHz の音が出てきます。実際本当そうなるのか確認してみます。 このように信号波を 1kHz、搬送波を 5kHz とした場合は、4、5、6kHz の音が出ています。こちらは搬送波を 20kHz にした場合です。19、20、21kHz の音が出ていますが、かなり聞き取りにくい周波数の音です。ここまでは通常のスピーカーを使ってきましたが、ここからは超音波スピーカーを使って実験をしていきます。こちらが超音波スピーカーです。結構小さいですよね。 超音波スピーカーが扱える周波数にも色々種類があるのですが今回は 40kHz のものを使用します超音波スピーカーの基本的な特性としてある周波数帯域だけでしか使えませんこちらの超音波スピーカーは 40kHz プラスマイナス数 kHz で使えるものです 見た目はこんなに小さいんですけども、出す音はかなりの爆音です。音圧レベルで115デシベル出します。これがどれくらいうるさいかというと、自動車のクラクション音であったり、ジェットエンジン音であったり、そのくらいの音圧レベルです。ただ、周波数は 40kHz という超音波なので、人間には聞こえない音です。 では実験をしていきます。こちらで音声モニターをしながらやっていきます。まず最初、周波数は 20kHz です。この超音波スピーカーの周波数特性で使えない周波数なんで音は鳴ってないですね。マイクの方を見てみると一応 20kHz の音は出ているようです。次は半層波を 30kHz にします。うん 一応ね、波形自体は取れてるんですけど音は聞こえません。次はこの超音波スピーカーを使う周波数の 40kHz です。おお、一気に聞こえるようになりました。1kHz の音が聞こえてきていますね。スピーカーを離すと、音は聞こえなくなりますし、近づけると、音はかなり強くなります。上下にずらしても、こんな感じで変わります。 この超音波スピーカーからは 40kHz 付近の音しか出ていないはずなのに、なぜかそれよりも低い周波数の過帳域の音が聞こえていました。これは非常に不思議ですね。なぜこのようなことが起きているのかをこれから説明していくのんですが、真面目に全部説明しようとするとものすごく難しくなってしまうので、簡単に解説していきます。 空気っていうのはですね音が伝わる媒質なんですね私たちが普段話すくらいの音量ですと空気中を伝わる音波というのは線形的なものとして扱えますですけど振幅が大きくなってくると媒質である空気の非線形性によって波形が歪んできますこういった振幅が非常に大きく非線形な振る舞いをする音波のことを有限振幅音波と呼びます こちらの超音波スピーカーから出ている音というのは人間の耳では聞こえないのですが実はかなりの爆音が出ています先ほどデータシートで確認した通り40ですとの音圧がありますつまり振幅はかなり大きく空気中では有限振幅音波となります先ほどの変調波の式を見てみるとこの超音波スピーカーからは3つの周波数成分の音が出ています これらをまとめて一時波と呼びます。これらの一時波が空気中で非線形に相互に作用することで和音と左音が出てきます。これはイメージとしては複調ですね。例えばこの2つの音波で考えてみます。FC と FC-FS です。和音は2 Fc プラス fs でこれは聞こえないですね超音波のさらに倍音です 40kHz の超音波のさらに2倍の周波数の 80kHz なので聞こえません一方で差音はどうなるかというとこれなんと fs の音が出てくるんですねなんと過超音が聞こえてしまうんですこういった一次波の相互作用によって作られた和音とか差音を二次波と呼びます 先ほど行ったマイクで超音波スピーカーの音を聞いてみる実験に戻ってみます。20kHz とか 30kHz の時は、この FS の過帳音が聞こえませんでしたね。これはなんでかっていうと、超音波スピーカーから出ている1次波が有限深幅音波になるほどの音圧を持っていなかったからです。40kHz になると、ようやく空気中で非線形に振る舞うことができて、こういった2次波が出てきて過帳音として聞こえていたわけです。 追加の実験をしていきます。超音波スピーカーを2つ用意しました。左の方は周波数は 39.5kHz。右の方の周波数は 40.5kHz です。これらは一時波です。今回は変調などはしておらず、1つのスピーカーから1つの周波数成分だけが出ています。まずはスピーカーを1つだけ近づけます。音は何も出ていません。 では次に超音波スピーカーを2つ同時に近づけていきます。そうすると、このように音が聞こえました。これは差音の 1kHz の音です。こんな感じで片っぽを離すと音が聞こえなくなってしまいます。これは空気の非線形性と2つの音の相互作用によって作られた二次波です。 こういった高い周波数の信号に音声信号を乗っけて飛ばしていくっていうのはラジオと似ていますよね。違う点は超音波スピーカーの場合は変調波をスピーカーから出してそれを倍質の非線形性で復調するという点です。 音を AM 変調するっていうのは結局は過帳音を届けるための手段だったわけですこのあたりの詳しい原理の解説については概要欄の参考文献から確認してくださいちなみに今回は AM 変調で全部やってきたのですが FM 変調でも似たようなことができます皆さんがパラメトリックスピーカーをやろうとした時 FM 変調もぜひ検討してみてください ここまで超音波スピーカーを使って過超音を出す仕組みというのは分かりました次はなぜ超音波スピーカーが鋭い指向性を持っているのかについて見ていきます先ほどから登場しているこの超音波スピーカーのデータシートを見てみると実は指向性そこまで高くありませんなんですけども超音波スピーカーを並べていくと指向性が非常に鋭くなることが他の人の実験とか研究から分かっています なので今回はこんな感じで超音波スピーカーのアレイを作りました。合計30個を使っています。ここに変調した信号を乗っけると非常に高い直進性を持って二次波が進んでいきます。このスピーカーの密度とか並べ方によっても指向性が変わってくるそうです。これから超音波スピーカーアレイをドライブするための回路を作っていきます。ちなみに今回使う部品はデジキーで入手しました。回路図は概要欄の GitHub にあります。 じゃんって感じでいきなり回路が完成しています。回路構成としては AM 変調する回路とその変調された波形を増幅するパワーアンプ回路です。この基板にプリアンプと AM 変調回路が載っています。そしてこちらのヒートシンクが付いた基板がパワーアンプ回路です。 そしてこちらがパラメトリックアレイです。今回回路を設計するときに気をつけたことが、搬送波の周波数は 40kHz なので、その帯域でも変調回路やアンプが問題なく動作するかを確認しながら選定しました。こちらは主に AM 変調回路の基板です。信号波を AM 変調します。使っている IC は MC1496 という AM 変調 IC で、しっかりと低周波まで使えるものです。 こちらはパワーアンプ基板です。パワーアンプはスルーレートが高くバンド幅が広いものを選びました。今回は TI の LM1875 を使っています。早速準備ができたのでやっていきたいと思います。こちらにスピーカーアレイがあります。で、電源を入れます。今ですね、顔が離れていて少し 1kHz の音は聞こえているんですけども、顔を近づけるとかなりの大音量で音が聞こえています。こういう風にですね、 スピーカーアレイの真横に立つと音はあまり聞こえなくなってしまいますね表面にくるとかなりの大音量で聞こえていますちょっと音止めました鳴り方もですね結構違和感のある鳴り方っていうか本当耳元の近くで鳴っているそんな感覚の音です今真横から撮っているのですがこのマイクをスピーカーアレイの方に近づけていきますそうすると ちなみに動画を流している時の音質はこのくらいです。ピント基板は屋外で使うものなので、防湿用のコーティングがの両方にコーティングがされています。大電流が流れる経路がこういったところにあるんですが、そこは半？ 今聞いてもらった通り、音質はあんま良くないですね。結構こもった音っていうか、まあ、ラジオの音って言いますか。そんな感じの音がしています。でも、パラメトリックスピーカーとしては問題なく動作していますね。結構鋭い指向性を持っています。では次、こちらのセットアップで実験をしたいと思います。どれくらいの指向性があるのかを見てみます。 今私の真横にはパラメトリックスピーカーが置いてありますその正面に音を取るためのマイクがありますそちらの映像を取るためのカメラがありますがその真横にマイクを設置していますでは実際にボードの電源を入れてみますこんな感じで今音が出ているんですけど聞こえますでしょうか私はでですすねねちょっと聞こえているんです、ね っていうのもカメラの奥に壁があるんですけどもそこから反射した音がこっちに聞こえてきているんですね感覚としてはそちらの壁から何か音が鳴っているそんな感覚ですこちらのパラメトリックスピーカーから音が鳴っているという感覚は全くしません今パラメトリックスピーカーから音が出ていますがこれの角度を変えてみます正面から少しずらすとどうですか音の聞こえ方は変わったはずかと思います 今正面に戻しましたまたずらしますまた正面に戻しました次は上方向にずらしてみますそうするとどうでしょうか音の聞こえ方変わったんじゃないですかね 次にこちらの段ボールをマイクとパラメトリックスピーカーの間に入れてみます音にかなりの直進性があるのでこれを入れると多分音の聞こえ方はかなり変わるはずですではいきます比較のために通常のスピーカーでも同じことを試しました というわけで今回はパラメトリックスピーカーを自作しました超音波に音声を乗せるように AM 変調してそれを超音波スピーカーで鳴らすというものでした空気の非線形性とそれぞれの音が相互作用によって複調するというラジオの複調のやり方とはまた違った方式で結構面白いです しかもスピーカーを並べることで音の指向性を鋭くして特定の方向にだけ音を届けられるというのは実験で見てきた通りですすでに広く使われている技術ですが特定のピンポイントだけに音を届けたい場合なんかには非常に有用なものかと思いますというわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします何か気になる点がありましたらぜひコメントもしてみてくださいそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました ここで講演情報のお知らせです2025年8月9日土曜日に秋葉原コンベンションホールにてトランジスタ技術主催のエレキ万博2025が開催されますもちろんディジキーも出展しており今回特別に招待を受けましてディジキーブースで講演をすることになりました内容は半導体の自作についてを予定しています こちらのエレキ万博2025は無料で入場できますので概要欄の URL から事前登録していただいてぜひお越しくださいお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から